シオンくん、シオンくんがベタベタするんですけど、シオンくん、はい、シオンくんはですね、お昼過ぎのご飯の後ずっと外におります。そういえば何週間か前まではそんな生活してましたね。今回はあんずちゃんにあげたご飯を食べてはいけないということで、別々に外で、まあおやつか、おやつをあげました。そしてそのまま外で過ごしています。ということでですね、もう晩ご飯の時間になってきました。そこで前はさ、しおんくんの方がずっと出てたんだけど、たかちゃんが来て、お家に入ってくれなくなったのね、そうだね。で、それから、しおんくんは出られなくなっちゃったんだね。そういうことですね。そして、出てるとジャンくんとポンちゃんがちょっと迷惑だなっていう顔になるので出さないことが普通になりましたが、しおんくんは実は割といい子に過ごすようになっています。まあ一人遊びでバタバタ遊ぶことはあるんですが、遊んだ後ね、その後一人で寝てたり、お父ちゃんにね、優しくしてくれねえかなって脅したり、脅したのしています。脅したのしおくん。ということで、さあこちらの方ですね、そろそろご飯も近いので、どうぞいらっしゃいませ。はいはい、で、あそこカーテンでアンズちゃんがやったの。ああ、引っ張ってんね。はいはい、よしよしよし、はい、あんずちゃん、ちょっと撫でにくいところにいつもいるね、君は。はい、お腹もね、お腹、マッチョですよ、マッチョ、マッチョ、細マッチョっていうことでもなくなってきた気がするけど、なんか油があんまりないよね、がっちりマッチョだよね、なんだ腕の太さとか、太いよね、アユも大きいよね、しょうくんかっちょいい、首もなかなか堂々としています。この肩、シュンくんかっこいい。シュンくんかっこいい、シュンくん。シュンくんとポンちゃん。シュンくんとポンちゃんです。あんずちゃん、外にもおいで。
ら結構なんかちょっと変なポーズになってるよ。ジャン君、この手って変だよ、ちょっとだけ。大丈夫？行くでね、ジャン君。行くでね、ジャン君。もうカンタちゃんが遊んでる。カンタちゃんが遊んでるよ。しおくんが横になりながらじゃれるんですか。しおくん飲めしって言われてる。飲めしというのは新潟弁ですね。最初は分からなかった。あの干したイカかと思っちゃった。そういえばシャッコイって使わなくなってきちゃった。おお、冷とうございますになったね。はい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 。アイアンズちゃん、遊んだ後はなでなでなんですよ。しおんくんは人が撫でられてると間に割って入るようになったね。タブくんか。どんどんやっぱり兄弟似てくるんだね。タブくんはカメラでカメラとかで撮ってる時にさ、しおんくん撮りたいなと思ってるとタブくんの方がズンズンしちゃって、奥でお尻振ってる人がいるよ。手出したいんだけど。若者がいるからね、アズちゃん。結構危険だもんね。でもさ、アズちゃんとヒヨン君よりも、結構、あれだよ。冒険する？ヒヨン君は、ラブ君と行った時に、意外と切り振って、もうちょっと切るっていう時にラブ君が来ちゃって、そうするともうね、諦めて、ずっと待ってたりしてたから。まあ、母さんだからね。一応、変わりそうなとこまで来れば、ちゃんと。女の子どこどこに自分になるかな。サンズちゃんは、まあまあ長いことかかってとうとう台所の運動スペースにたどり着きました。ここはね、あのシオンくんが体を鍛え上げた場所だよ。アンズちゃんも体力つけようね。アンズちゃんもね、女子アスリートになるんだよね。
なんだかんだでご飯の用意ができました。しおんくん、しおんくん足元をそうやってスカートの中に入らせて、うん、はい、はい、やんでてね。はい、いっぱい遊んだね、今日ね。あんずちゃんも飛ぶんだね。はい、あんずちゃんどうぞ。ピューンってピューンって飛んだよね、あんずちゃんね。これお貸して、これお貸して。あんずちゃんはお貸して、お貸して。ほどほどに遊んだ後は自分でケージの中で、はい、戻ります。戻って寝るのね、うん、ご飯だよって言わなくても戻る人なんだね。そうなのね。はい、しおんくんはまだ食べてはいけないものが今あるので、ちょっと待ってね、もうちょっと、もうちょっと後で食べましょうね。一旦あんずちゃんだけにしてあげましょう。おいしゅんくん、はい、ほうぶだよ。キキキキ、足元がお腹いっぱいあって、頑張りそうでした、頑張りそうでした。いい赤だね。ぽんちゃんもおいで。はい、いい子です。ぽんちゃんはおいでって言ったら来ました。賢い。はいはい、ぽんちゃん偉いね。はい、じゃあジャン君と並んで座って、マックから。ああ、外付けが動いてるのかな。